いよいよ、ランドクルーザーの新たな時代が始まります。かつての FJ クルーザーが持っていた伝説を引き継ぎ、全く新しいコンパクト SUV として誕生する、ランドクルーザー FJ。今回は、その注目の新モデルについて、これまで明らかになった最新情報をお届けします。ランクル300や250といった、大人気のモデルに続く形で、2025年に登場するかもしれない FJ。 街中でも、オフロードでも、最高のパフォーマンスを発揮する。このモデルは、まさに次世代のランドクルーザーと言えるでしょう。デザイン、エンジン、そして、最新テクノロジー。今すぐ知りたいその全貌を、早速ご紹介していきます。ランドクルーザー FJ は、トヨタの象徴ともいえるランドクルーザーシリーズの最新モデルとして登場します。2023年、秋に初めて、エクステリアデザインが公開され、 大きな話題を呼びました。この FJ は、ランドクルーザー300、250、70に続く第4のランクルとして、2024年に登場することが有力視されています。従来のランドクルーザーよりもコンパクトなサイズ感でありながら、ランクルらしい力強さを持つデザインが特徴的です。初期のランクル、20K や 40K を彷彿とさせるボクシーなデザインと、 カローラクロスに匹敵するコンパクトなサイズで、幅広い層に支持されること間違いなし、FJ が待望されている理由も、この扱いやすさと伝統的なスタイルにあります。そして、トヨタはすでに、ランドクルーザー FJ という名称を商標登録しており、この名前での登場が確実視されています。これまで、ランクルファンに愛され続けてきた FJ の伝統を継承しながら、新たな時代に対応した、 SUV として登場する FJ。その魅力がさらに広がることが期待されています。それでは、まず、エクステリアデザインについて見ていきましょう。サイズは、カローラクロスと同じくらいで、従来のランドクルーザーに比べてコンパクトな仕上がり。ですが、ランドクルーザーらしい迫力と威厳はそのままに、都会でも、オフロードでも走りやすいデザインになっています。特に注目すべきは、ランドクルーザーシリーズとしてのタフさを象徴する。 ラダーフレームの採用です。この FJ は、トヨタが2023年、秋のジャパンモビリティショーで発表した IMV0 というシャシーをベースに設計されています。この IMV0 プラットフォームは、アジア市場で人気を博す戦略車両として開発されたもので、タフさと多様途性を兼ね備えています。トラックやバン、さらには、キャンピングカーへの仮装も可能で、まさにランクルらしい頑丈さを感じさせる仕様です。 これにより FJ は都会の街並みだけでなく過酷なオフロードでも高いパフォーマンスを発揮することが期待されています FJ がなんちゃってランクルなどと揶揄されることはなく本格ハイス UV としての存在感をしっかりと示してくれるでしょう次にランドクルーザー FJ に搭載されるエンジンとその性能について見ていきましょう今回の FJ には 2.7L ガソリンエンジン prfe 型がが搭載されることが決定していますこのエンジンは、ランドクルーザープラドや、2024年に登場予定のランクル250にも採用されており、信頼性と耐久性が保証されています。このエンジンは、最高出力 163PS、最大トルク 25.1Kgm を発生。過去の実績を踏まえ、非常に安定したパフォーマンスを提供します。特に、 オフロードや長距離ドライブにおいて力強い走りを実現してくれるでしょう。注目すべき点はハイブリッドモデルやディーゼルエンジンの採用が見送られたということです。特に2.8リットルディーゼルターボエンジンが検討されたものの製造元であるトヨタ自動食機の不正問題の影響で今回は見送られることとなりました。ただし今後の展開次第ではハイブリッドモデルが1年後に追加される可能性も残されています。 しかし、ランドクルーザーシリーズにふさわしい堅実で、パワフルなガソリンエンジンの採用は、日常使いから過酷なオフロード走行まで、幅広いシチュエーションで活躍することが期待できます。これにより、FJ は、単なる、街乗り SUV ではなく、本格的なオフロード性能を持つ、ランドクルーザーとしてのポジションを確立しているのです。次に、ランドクルーザー FJ に搭載される、最新テクノロジーと、 インテリアについて見ていきましょう。まず、FJ には、トヨタの最先端の運転支援技術が搭載されると予想されています。これには、全方位カメラ、レーンキープアシスト、そしてアダプティブクルーズコントロールといった最新の安全技術が含まれるでしょう。また、FJ には、トヨタのコネクテッドサービスも組み込まれる可能性が高く、これにより、スマートフォンとの連携や、リアルタイムでのナビゲーション、リモート機能など、 ドライバーにとって便利な機能が多数提供されることが期待されています。また、オフロードでの走行をサポートするための専用モードや、リアルタイムでの走行情報モニタリング機能が搭載されるかもしれません。インテリアについては、ボクシーで頑丈なエクステリアデザインにマッチしたタフな作りが予想されます。高品質な素材を使いながらも、アウトドア志向のユーザーにも適した、 汚れに強く耐久性の高いシートや収納スペースが充実しているでしょう。さらに FJ は都会での利便性も考慮して広々としたインテリアスペースや快適性を追求したデザインになっている可能性があります。デジタルディスプレイを備えた先進的なインストルメントパネルや快適なエアコンシステムが長距離ドライブでもストレスフリーな環境を提供してくれるはずです。このように ランドクルーザー FJ は最先端のテクノロジーと快適なインテリアを備えた都市と自然の両方で活躍できる一台となるでしょう。さて、気になるランドクルーザー FJ の価格と発売時期についてですが、最新の情報によると価格帯は350万450万円程度になると予想されています。この価格設定は従来のランドクルーザーシリーズの中では最も手頃なものとなり、幅広い層に アプローチできるモデルとして期待されています。特に、ランクル300や250が高価格帯でプレミアムな市場を狙っている中、FJ はその階に位置することで、手軽にランドクルーザーの名を手に入れたいユーザーにとって非常に魅力的な選択肢となるでしょう。発売時期についても2025年中に発表され、同年の4月頃にはラインオフされるかもしれません。納車は2025年の秋頃から始まると、 予想されていますが、これは、あくまで現時点での予測です。トヨタグループの一連の不正問題が影響し、スケジュールが若干、後ろ倒しになる可能性もあります。ただ、ランドクルーザー FJ が登場する可能性は高く、多くの人が注目するモデルとなることは、間違いありません。発売に向けての動向にも注目しておきましょう。ここまで、待望の新型 SUV、ランドクルーザー FJ の最新情報を、 お届けししてきました伝統的なランクルのタフさを持ちながら、コンパクトで扱いやすいデザイン。そして、最新のエンジン性能とテクノロジーを搭載しており、街中でも、オフロードでも頼れる存在となるでしょう。価格も350万450万円と、これまでのランドクルーザーシリーズの中でも手の届きやすい設定になっています。皆さんも、ランドクルーザー FJ について気になることがあれば、ぜひコメントで教えてください。 そして今後も FJ に関する最新情報をお届けしますのでチャンネル登録と高評価をお忘れなく次の動画でお会いしましょう